はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。6時を回りましたね。この動画はね、明日あげましょう。15日にあげるようにします。まあ別に急がない話なんで、ちょっとあれしましょうか。ドルを見てみましょうか。頑張ってる頑張ってる。1237でですね、1240を切ったところで頑張ってますね。でもこれこの後ちょっとなんかまた起こりそうな感じがしますけども、明日の朝楽しみですね。さて、これですね、ヤフーニュースにこんなん出てましてですね、3月14日12時25分配信ですね。コメントがもう1364ついてます。毎日新聞からのニュースですね、記事ですね。ロトの経済協力予算に岸田首相、主修正考えていない参院予算委員会、予算委ってことですね。ちょっと読めますね、読みましょう。岸田文雄首相は14日の参院予算委員会で、ロシアによるウクライナ侵攻を踏まえ、2022年度当初予算案に盛り込まれたロシアとの経済協力プランを見直すべきだと野党議員から求められたのに対し、今の時点で予算の修正は考えていないと否定した。アホですね、ほんまにね。なんでもうちょっとね、めんどくさいからそんなやらへんわと思ってもね、言い方あるやろという思うんですけども、今の時点で予算の修正は考えていないっていう、状況の変化に応じて柔軟に対処したいという考えはございますってぐらいに言うときゃええやんって。なんでね、それが言えへんやろっていう、このおっさんバカ正直ないというか、まあ不器用なんでしょうね。ただいま修正を検討しているところでございましてというところぐらいに言うといたらええやん。修正を検討する可能性がございますとかね、そういうこと言うといたらええやんで、まあ、それは面倒くさいし、執行するかどうかは別にしてね。アホですね。で、多分これ本心なんですよ、本人の。まあ別に予算、経済協力ぐらいしてもええんちゃうのぐらいに思ってるわけですね。センスなさすぎ。このおっさんで大丈夫なのかなと思いますよね、ほんまに。これうわ、理由として日本企業へのさまざまな支援、エネルギー安全保障の予算、人道的な支援などもこの中に加わっていると説明したと。まあこれ多分役人に言われてそのままかなという気もしますね。で、役人というのはね、一回決めたことを変えたくないんですよ、イレギュラーに。だから現況を守ろうとするわけです。で、守ろうとする理由をいろいろつけてくるわけじゃなくて、それがこれでしょ。日本企業へのさまざまな支援、エネルギー安全保障の予算、人道的な支援などもこの中に加わっている、ね、これしかない。だからね、政治家である岸田はね、アホ、こんなんあかんわと。こんなんこのままやるって言ったら、そんな世論が許さんやないかって、もうちょっと考えろって言って言わす、というのが政治家の役割だと僕は思うんですよ。そしたらね、ちょっとぐらいね、今、今後状況に応じて検討していきたいと思いますとか、そういうことになると思うんですけど、これ多分役人が、多分財務省の役人が作ったそのままで、要は、財務省の役人はもう通ってしまった予算をですね、今更ごちゃごちゃ言うなっていうのが、奴らの立場であって、今いかにも言いそうなことやんと。これ一つとってもね、この岸田さんという、その今の総理がね、こう、要は自分の考えがないと、役人の言いままになってるっていうのは、もう如実に現れてるんちゃうかなと思いますね。こんなん普通に考えたらわかるやんって、今こんだけロシアが叩かれてるわけですよ。で、もう悪の帝国に化してるわけですよ、今のロシアが。その国と経済協力する予算、まあ、決めた時にはね、まだこれが起こってなかったわけですよ、ウクライナのことが。で、その後でこれが起こったと言っても、先に決めてしまったことはそのままでやろうやっていうのは役人の発想であって、政治家はね、うわ、足元は、まあ決めたしなとか言って、でもそこは柔軟にと考えなあかんわけだって。役人の考えをそのままね、そのまま国会でね、喋るというね、お前何も考えていないかと。バレバレ。経済協力プランは2016年、当時の安倍晋三首相がロシアのプーチン大統領に提案したもの、エネルギー分野の投資拡大、日露両国の中小企業の交流促進などの事業は含まれていると。これって要は安倍さんが騙された話でしょ？北方領土の話をしようや。その前に、まあ出すもん出せやって言われて、はーいって出すもん。もう今や騙されたのはもう分かりきってるわけだよ。だったら見直せよ、お前って。
この辺りがですね、政治家としてのセンスが非常に疑われますね。なんというか、こう言われたままにですね、規定路線はそれを守って、言われたままに無難に行こうとしてるわけであって、こういうところでですね、こう、なんと言いますかね、さっとですね、その、どう言いますかね、自分の考えを織り交ぜてですね、その、微妙にこう修正していく、こう、感覚がなぜないんでしょうね。今、ロシアに対して甘い顔を見せるというのは、どれだけね、高いリスクを背負うことになるのかっていうのを、なんでこの日本国の総理大臣である岸田君は分からんの。そんなもん僕でも分かるやんっていう、ね。これまあね、これでスルッとですね、国会すり抜けられるかも分かりませんけども、また今度これ実行するわけでしょ、この予算を。で、実行してたらこれ何やっていう話になるわけじゃないですか。アホちゃうかと実に分かりやすい、こんなんはこうすぐに止めなあかんという予算じゃないですか。今の状態で執行できるわけないやんという予算でしょ。でかといってね、止めるのもね大変やんと。だからなんか理由をつけなあかんけど、理由は後で考えたらええやんと。理由というかやり方ね、あの手法は後で考えたらええやんということで、とりあえずこのですね、こんな予算をそのままするとですね、流す気はないでということだけ言うときゃいいわけですよね。なんでそういうね、簡単なことができないのと、なんというか、こう頭固いんですよ。要はそれをピピッと気がつかないわけですが、これまずいなっていう、そういうね、感覚はないわけであって、多分これをこの質問、国会というのは質問がいずれ あらかじめ回ってくるわけでして、でそれを財務省に回してですね、で答えを用意させるわけですけども、そのなんと言いますかね、それをそのまま答えてるわけであって、自分の頭で考えて判断してないんですよね。これ危ういですね、この総理大臣岸田君。確かにね、いろんなあらゆるところに目配せをしなあかんのが総理大臣ですけども、このポイントね、もしかしたらですね、ここはスルッといけるかも分かりませんが、これ問題だったら問題になりますからね、ガーッといかれるわけですから、財務省のなことなかれ主義に巻き込まれてですね、こう内閣を失うことになるかも分かりませんよ、これ。最後、荻生田光一経済産業省は予算委で、22年度予算案に計上されている関連予算21億円について、ロシアに進出している日本企業は撤退を考えなければならない事態もあるかもしれない。いい変な言い方、そういった対応に使わせてもらえると思うと述べた。立憲民主党の森裕子福山哲郎氏への答弁、ということですね。ということですね。まあ、日本企業は撤退を考えなければならないっていう、ね、それに使うの、という感じですね。まあ、それにしても逃げの答弁ですね、これね。情けないわ、ほんまに。もうこういうところにですね、この岸田君の限界って来てまして、もうなんというか、サラリーマン内閣と言うべきでしょうね。言われたことはやると。自分では判断できない。自分の頭でものを考えられない。財務省の言われ出してきた答弁そのまま出すということですね。これもいかにも財務省が言ってそうですね。荻生田さんの答えもですね、こういうことに使えたらええんちゃうのとかね。ああ情けなという感じ。先頃はあれがまとまりましたね、公明党との協議が。でこの7月の参議院選挙は自公協力ということが決まりましたけども、それは決まったわけですが、創価学会の末端の人々、実際一票を入れる人々はですね、納得できてるんでしょうかね。一人区ですね、参議院の一人区で、自民党の候補の名前をちゃんと書いてくれるんでしょうかね。
なんかね、今回のことでですね、ちょっとわだかまりが生じてですね、そんな比例区は公明党って書くけど、なんでこう選挙区のあの自民党のあのおっさんの名前書かなあかんね、嫌やんって言われて、白紙投票するようなですね、学会員が少なからずあの騒動で増えたんではないかなと思いますね。ということはですね、参議院選挙ね、僕ね、そんなに楽勝ではないと思うんですよ、岸田さん。かなり苦しんじゃうかなっていうか、まあ、岸田内閣の支持率ってね、そんなに落ちてはいませんけどね、高いこともないわけでしょ。で、こういうがっかりすることも多いわけですよ。これは私が、がっかりしてますけど、まあ、こんなこと普通の人はがっかりしませんけどね。でもこれからね、こういうやり方をしていれば、がっかりすることもだんだん増えてくると思うんですね。だからもしかしてね、それなりにね、負けるんちゃうかなという気がしますね。はい。